<laughs> はい、えー、こんにちは。えー、マスターとです、えー。日曜日の午後のひとときとなりました。3、え、日、ー、のひとときに、うん、続いて、デイリープレートのひとときとなりました。えー、今日は2020年の、えー、2月の9日、日曜日午後のひとときとなりました、えー。今日のデイリープレートの題は、私たちはちり、聖書の言葉の箇所は、支、え、援、ー、の103編の8節から14節。 えー、テーマの成句は支援103編の14節。主は私たちが地理に過ぎないことを心に留めておられる支援103編の14節。では、最初に支援103編の8節から14節、その聖書、デイリブレッドの歌詞を読み出します。えー、主は憐れみ深く、情け深い、怒るに遅く、恵み高である。 主は絶えず争っておられない。いつまでも怒っておられない。私の罪に従って、私たちを扱うことをせず、私の咎に従って、私に報いることもない。天が地上遥かに高いように、未明組は死をする者の上に置きい、東が西から遠く離れているように、私のその木の罪を私たちから遠く離れさせる。父がその子を憐れむように、主は、 ご自分を恐れるものをあわれまれる。主は私の成り立ちを知り、私が塵に過ぎないことを心に留めておられる。はい、えー、ちょっと先にお祈りを忘れていましたけど、ではお祈りいたします。えー、天の神様、日曜日の午後、デイリーブレートの時となりました。このデイリーブレートの時のも主の栄光と誉れを期して、ここのものも福音選挙、宮沢のために御心を用いてください。 感謝して、初めにあたり、このものも清めてください。初、えー、めにあたり、えー、イエス様のお名前によってお祈いいたします。アーメンはい <coughs>。先に、まあ、えー、見言葉をお読み,お読みし,たいしたけど、懐かしいですね。もう一回行きますかね。はい。あ、でもいいですね。はい。えー。今日の、まあ、デレテールベットのエッセン台は、 私たちは地理、聖書の御言葉の箇所は、支援の103の8節から14節支援の103辺の14節主は私たちが地理に過ぎないことを心に留めておられる、支援103辺の14節もう一回お読みいたしましょうね。はい、何度もお読みいたす。いいですね。えー、懐かしい、えー、まあ12節が懐かしいですね。支、は、援、い、の103辺の東が西から遠く離れているように。 私の背の罪を私たちが遠く離りさせるえーえー、まあ、発説かもうさい行きますかねどうしましょうかねもういいですね <laughs> では、えー、行きますエッセンダー行きます私たちはチリ、えー、混雑したショッピングモールで幼い,幼い子,供子供がアイスクリームアイスクリームと叫び続けその大騒ぎを近くの買い物客が注目し始めました 父親が分かったでもまずママのためにお使いをしようねいいねと言うと嫌だアイスクリーム若い父親は玄関に近づいていましたそこに小柄な女性がやってきました靴とバッグがマッチした身なりの良い女性でした父親,が父親が感触を起こしてというとその人は微笑み感触に 捕まっちゃったのねでもまだ小さいから、えー、忍耐して目を離さないでね当時じました、えー、状況を劇的には変えられませんでしたが親子にはこの種の間が必要でしたこの女性の賢い言葉は支援103編を映しています、えー、ダビデはあれん深く、助け深い怒りの遅く、えー、恵み豊かな 神についいてて記しています。8節世の父が我が子をあれむと述べながら死はそれ以上にご自分を恐れるものをあわれまれる13節と語ります。神は私た,ちが私たちがか弱いことをご存知です。私の成り立ちを知り私が知りに過ぎないことを心に留めておられるからです。14節 私は失敗も多く、自分に降りかかる、えー、出来事に圧倒されることもしばしばです。天の父が忍耐強く、共にいて愛あふれる丘だと知っているのは何ていう安心でしょう。ジョイス・ボイス、幼い子供のように感触を起こし,起こしたくなったのはいつですかその時、神はあなたにどう答えてくださいましたか天の父よ、あなたは常に共にいてくださり、 引退強い父です私たちが何かを心に留、えー、めておられます。その全てを感謝します。えー、感謝いたします。まあその通りですね。アーメンです。感謝も感謝いたします。この、えー、テーマの聖句、支援の14編ですね。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが地理に過ぎないことを心に留めておられるからです。えー、今日の聖書箇所をもう一度お読みいたします。支援の103ペの 8節から14節ですね。えー、テーマの成功は14節でしたけど、いきます。えー、主は RM 深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み高である。主は絶えず争っておられない。いつまでも怒っておられない。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って、私たちに報いることもない。天が地上を遥かに高いように、未恵みは主を恐る者の上に大きい。 東が西から遠く離れているように、私たちの染きの罪を私たちから遠く離れさせる。父がその子を憐れ産むように、主はご自分を恐れるものを憐れまれる。主は私の成り立ちを知り、私が地にすぎないことを心に留めておられる。感謝です。アーメンです。はい。もう、その通りですね。最後に、このうーんまとめとして、おおまあ、拝読して、感謝しております。 デリブレットを読んでの時といたします。えー、私たちは、失敗も多く、自分に振りかかる出来事に圧倒されることもしばしばです。えー、天の父が忍耐強と共にいて、愛あふれるお方だと知っているのは何という安心でしょう。ジョン・ボイスです。幼い子供のように感触を起こしたくなったのはいつですかその時、神はあなたにどう答えてくださいましたか、えー、天の父を あなたと共にいてくださり、忍耐強い父です。私が何かを心に留めておられます。その全てを感謝します。アーメンです。では、お祈りいたします。天皇神様、本当に、えーまあ、いろいろ状況がいいときも悪いときも、健康上やいろいろ経済的、また家庭や、まあ、いろいろな仕事においても、神様が。 眼差しを見ておられることを覚えて感謝します。では、お祈りいたします。天の神様、今日のデ,デリブレットをお神様感謝いたします。私たちが主と共に歩むものとなさせてください。この時を感謝して、私たちの救い主、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメンはい、えー、以上です。また来週のひとときお会いいたしましょう。マスターとでした。 デイリーブレッドの時でした。また来週の日曜日の午後のデイリーブレッドの時にお会いいたしましょう。はい、失礼しました。